皆さんこんにちは、サルです。セリアの新商品キャンプギアまだまだ続きます。今回はこちらの2点を紹介したいと思います。まず1つ目に、OD 缶型ケース、これ250缶用と110缶用というのがありました。素晴らしいですね。それから2つ目がこちら、シェラカップに入るクリアケースということで、これはね、人によってはスルーすると思うんですけど、私はね、結構楽しみにしてました。また理由はね、後で説明します。じゃあ早速いきます。まずこちらですね。もう見た時からね、ワクワクが止まらなくって、これはいつ入るんですかっていうね、店員さんに聞いたら、〇〇ですよっていうのをね、教えていただいて、あ、じゃあ取りに行きますので、出してもらっていいですかっていうとね、心よく承諾していただいたので購入することができました。はい、250缶ということは、まあこの手のやつですね。はい、でいろいろ疑問がねあったんですよね、これ人から教えていただいてね。なのでちょっとまずね、しっかりと見たいと思います。その必要がない方はね、まあ十数秒飛ばしてもらったらいいかなと思いますけど、ソロックスのアウトドアギア OD 缶型ケース、ケースですね、 OD 缶じゃないですね。250缶の対応ということで、まずこのですね、これ何なんですかね、このなんかこうちょっとよくわからないですね、これガスバーナーですよね、おそらく。なんかちょっとあまり見たことないもので、このパッケージからしてですね、ちょっと独特の雰囲気を醸し出してて、なんだろうこれというね。セリアの中にも相当マニアックな企画担当者さんがいるんですかね。まあ、そんなことをちょっと思わせるようなね、内容です。OD 缶がぴったり入ると書いてますから、まあ単純にね、やっぱり何かのケースというよりは OD 缶を収納するためのケースという意識はあるということですよね。よかったです。OD 缶と無関係だったらね、ちょっとへこんでましたね。で、こちらは小物入れにもということで、まあ小物がね、これどう見てもライター、ガストーチ、あれですね、外のやつですかね、あれにそっくりですよね。そういうものが入ると。そしてジャンコードですね。はい、ジャンコードね、写しておきますので、お店に問い合わせされる場合はね、ジャンコードで問い合わせていただくとスムースかと思います。はい、でこちらに説明が書いてます。 OD 缶型ケース250缶用と、本品は完全密封ではありませんと、から未包装の食品は入れないでくださいと。で、OD 缶のサイズ形状によっては入らない場合がありますと。錆防止のため保管の際は缶が濡れたまま収納しないでください。ということで、やはり OD 缶を入れることをメインの目的として、製品が企画されているようですね。本品を火や熱源のそばに近づけないでくださいということなので、これをつけたままガスバーナーを使うというものではないということですね。駿河株式会社さんですね。で、材料、即応蓋本体ともポリプロピレンで、耐熱温度は80度というふうになっております。まあ、プラスチックですからね、当然80度ということですよね。ソロックスというね、ロゴが入ってまして、で、ここがですね、もしかしたら開くのかなってこう、私は思っちゃったんですけど、まあ、そういうものではないですね。これ開けたくなりますよね、おそらくね。まあ、そんな気がします。はい。基本的に110缶の方もね、似てるんですが、若干小物入れの場合には入ってるものが違いますね。なんかキャンディーとかね、ナッツとかね、ガストーチが入らないということでしょうね。で、こちら、ジャンコードは、大きい方とは少し違いますので、こちらも写しておきますね。はい、ジャンコードはこちらになります。それから注意事項は先ほどと変わらない感じですね。こちらも、上が開くわけではないと。ここが回したら開くんじゃないかっていうね、そういう発想される方多いんじゃないですかね。私だけなんですかね。では、開けてみますね。もういきなりですけど、開けたいんですよ。開けます。回すと、開きました。はい、こんな感じです。まあ
特にねどうということないんですけど、開きました。でちょっと感動のこれをね入れます。250缶。おお、まさにぴったりですね。これ素晴らしいですね。これね、どれぐらい使ったか分かんなくなるのでね、満タンの時に私は重さを測ってます。 1378g 、はい、まあ、そういう余計な情報はね置いといて、蓋を閉めてみます。あ、はい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 。おお、いいじゃないですか。まあほぼね中でガタガタすることもなく、いい感じですね。ここがね開けたくなるのは私だけなんですかね。まあまあそういうことです。で小さい方110巻の方もね、あのサクッとやっておきましょう。まあ、こちらはねどうも同じ感じですか。110巻なのでこれスノーピークのやつですね。あ、スノーピークのこのキャップがついてるとダメみたいですね。これを一回外した状態で、はい、これもぴったりですね。そうしますと、おお、これもねほぼ遊びがないぐらいいいですね。だからオーディ缶のケースということですよね。オーディ缶を持ち運ぶときにケースがあった方がいいかいらないか、それはちょっと人によって意見がね違ってそうですけどね。どうなんでしょうね。まあこういうふうにキャップがついてるのでね、あの何かでこううっかりね押しちゃっても漏れることはないので、そういう意味で言うともちろん必ずしも必要なものではないですよね、はい、とは思います。ただなんでしょうね、この惹かれる魅力っていうのはね、多分ですね、やはりねここを開けれればっていう話じゃないかなという気がするんですよね。ここが開けれればですよ。そうすると、なんていうの？この開けた状態で刺して、で、ここに、ね、わかりますよね。使えるんじゃないかと。まあこれ80度までしかダメだし、OD 缶のね、熱器具、火器って、まあ、上でね、なんか熱いものをね、加熱したり、燃やしたり、まあ、ランタンでもね、ストーブでもしますので、落ちてきたらね、非常に危ない。ということはね、ベテランの方だったらね、みんな知ってることだと思うんですけど、まあ、そういう意味ではね、安易にこれを使うということはね、つけて使うということは、まあ、ありえない。予想できない危険性がありますので、絶対にね、できないんですけど、まあ、ただね、その OD 缶ってね、デザインが、あんまり好きじゃないなっていう方もいらっしゃると思うんです。こういうやつね。なんかすごくこう、わかりやすいんですけどね。なんかちょっとこのデザインがね、いつも目に入ってると、っていうね。そういう方にとっては、まあ、収納してる時だけでもね、それが目立たないような作りっていう、こういうものはね、ありがたいかなっていう気はします。で、このいろんなパッケージね、こちらをちょっと剥いでいこうと思います。これどう、あ、単なるシールですね、これ。シールを剥ぐと、はい、いいですね。なんかね、なんていうのかな、この色合いは。なんですかね。なんか昔、タミヤのね、プラモデルで、なんか戦車とかね、なんかそういうものを塗ったりする時の、ああいう色ですよね。なんか自衛隊カラーっていうんですかね。そんな感じがします。そして、模様、余計なね、装飾が全く入ってないところも、非常に好感が持てます。こっちも剥ぎましょう。いろんなね、視聴者さんにね、教えてもらったときに、このシール、パッケージのね、カバーがついたままだったんで、これが剥げるのかどうかっていうのはね、実は結構知りたかったんですよ。おお。これもいいな。これもいいな。これも、よいしょ。入るわけですね。ちょっとスノーピーク、これがいちいちついてるんでね、外さないといけないっていうのは、ちょっと外してるとなくなりそうであれですけど。あは、こういう感じで、なんかいいんじゃないですかね。
すごくこう、なんというんですかね、男臭いというか、武骨的なね、色合いというか、なんか表現がね、思いつきませんけど、はい、なんかね、いいですね、これ。かっこいいと思います。今までも、OD 缶のね、カバーって、こういうね、合皮のダイソーさんですかね、これは。あったと思うんですけど、これでかいやつですけどね。こういった感じでね、110缶用なんかもね、小さいやつあったので、そのカバーとしてはね、こういうやつの方がそのまま外して、まあそのまま使っていいとは書いてないんですけど、自己責任で使えるんです。で、こちらについてはね、外れないので、自己責任でも使いようがないんですね。っていうふうに考えると、まあ、これを使えるようにしたいなって考える方がですね、結構 YouTuber さんの中には多いと思います。どうなんでしょうね。ちょっとね、加工してみたいですよね。ここを切り取って、こう頭のね、このガスのね、出るところを出して、で、まあ使うのはね、確かに良くないのでやめた方がいいんですけど、まあこういうものをね、つけて、こうオブジェとしてね、普段飾っとくだけでも、結構、なんかね、雰囲気がいいと思うんですよね。まあ、そういうことをね、ちょっとやってみたいので、いずれここをね、カットしてみようと思います。はい。もし私より先にね、やってる YouTuber さんがいたらね、そちらを見て、なるほどと思えば私はやらないと思うんですけど、まあ、どうでしょうね。やりそうな方っていうと、多分あの方ぐらいかなと今思ってるので、まあ、その方がね、されなかったら私がやろうかなと思います。はい。じゃあね、片付けるときですけど、まあ、缶をね、外した状態で、中に入るのかどうか、まあ、これは入りますよね。こういう入れ方だとできます。これ2つだと入らないですね。だからまあ大きいやつの中に小さいのを入れるっていうのは、まあもちろん普通にできるようです。はい、まあ、このパッケージがない時のね、色合いがほんといいですね。これめちゃくちゃ気に入りました。いいです。小物入れとしても使えるっていうことだったんでね。確かに小物何入れるんですかね。シェラカップは入らないですもんね。まあ何を入れるかちょっと分かりません、これはね。そのあたりは今はノーアイデアです。はい、続きましてシェラカップに入るクリアケースです。はい、私は結構楽しみでした。シェラカップにぴったり入ります。生米1合分が入ります。サイズが 102mm×44mm です。ということで、まずはね、確認しておきましょう。はい、特徴はシェラカップに収納しやすいサイズ感。で、透明で中身が見えやすい。これがね、嬉しいんですよ。で、しかも生米1合分の目安っていうね、線まで入ってますから、本格的ですね。で、注意事項です。本品は完全密封ではありませんので液体を入れないでくださいと。ああ、そうきましたか。液体漏れちゃうんですかね。あと電子レンジは使用しないでくださいと。これもちょっと残念。冷凍庫も使用しないでくださいというぐらいですね。で、原料樹脂がこちらにあります。本体がポリプロピレンで蓋がポリエチレンですね。耐熱温度は、本体が80度、蓋が60度、耐冷は本体蓋ともマイナス10度です。サイズが先ほど書いた通りなので省略します。で、スルが株式会社となります。じゃあ開けていきます。はい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 。また例のソロックスロゴですね。あれなんですかね、ブランドなんですかね。あー、なるほど。これね、買ってみないとわかんないとこですね。回るんですよ、くるくると。で、隙間がね、微妙に多分1ミリ近く空いてるんですよ。なので密封されてないんですね。それがね、液体を入れないでっていう理由ですね。ああ、そういうことかここちょっとね、残念かな。水結構漏れるかもしれませんね、これ。ちょっと後でやってみましょう。で、開けると、回して開けるわけじゃなくて、こういうね、タッパー的な、押さえると閉まる。ただくるくる回る閉まってるけどね、ビチってこうなってないです。まあその辺がね、ちょっと残念かな。はい。で、透明なのはすごくいいんですけどね。
裏にもね、いろいろ書いてますから、一応確認をしておきますけど、はい、さっき説明したことと全く一緒です。何も変わりはありません。はい、じゃあね、これをシェラカップに入れるとどうなるかということで、これダイソーのね、シェラカップですね。はい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 。これぐらい遊びがあります。ちょっとちっちゃめですね。入れると上からは飛び出さない。ほぼ、つら位置までいかないんですけど、まあ、ちょうどいい感じで入ってはくれます。これ入れた状態で蓋はね、できそうにない感じですね。ちょっと蓋をしてみましょう。セリアで売ってるシェラカップ用のリッドですね。そうですね。こんな感じ。微妙に浮いてるの分かりますかね？浮いてます。だから、これ入れちゃうと、多分閉まらないというか、1ミリ、2ミリぐらいかな。浮いた状態にはなっちゃいますね。シェラカップ変えてもそうかな？はい、スノーピーク出してきました。これでも、そうですね、ほぼ同じ感じですよね。そうですね。まあ一緒ですね。やはり2ミリぐらい空いた状態になっちゃいますので、これを入れるとピタッとは閉まらないですね。はい、ということが分かりました。はい、で、これをね、私が楽しみにしてた理由の一つなんですけど、実はですね、こういう、私まとめてシェラカップを一つにしてるんですね。で、こう、ちょっとね、公園に行ってチェアリングしたりとか、まあ、軽くね、軽食いただいたりするときに、このセリアのランチボックスシェラカップ型というものを使ってるんです。これも過去の動画にね、あげてますので、ご興味あればそちらから見てほしいんですけど、これはネジ式です。で、これも水は入れないでくださいって書いてるんですけど、こういうネジで、しかもきっちり締まるので、締めちゃうとですね、逆さまにして軽くぐらいだったら落ちないです。まあ、ガチャガチャ振り続けたらね、隙間からタラーっと落ちてくるぐらいは漏れるんですけど、お米を入れて、水も入れて、このまま持っていって、で、外で、米を炊いて食べる。なんていうことがね、しやすいんですよね。まあ、そういう意味でね、すごく気に入ってるんです。これ使用頻度私かなり高いんですね。これはまあ、お箸ですけどね。なので、その時に、こちらだったら、こういうふうにね、透明なので、より中が見やすいですし。で、お箸だけ持ってね。これ、キャンドゥのシェラカップケースですけど、まあ、こうやって持っていけばね、一通り食べるものもお皿も入ってるので、便利だなということで、使いたいなと思ってるんです。だからですね、これが、水が漏れるか漏れないかっていうのはすごく重要なんですね。液体。はい。炊飯するときって米をあらかじめね、浸しとかないといけないじゃないですか。それをね、キャンプ場着いてからね、浸して30分待つっていうのがね、ちょっと苦手なので、もうつけときたいんですよ。と思った時に水がね、ダダ漏れだと困るので、そこはちょっとテストしてみようと思います。はい、ではね、こちらと、まあ、両方でね、水漏れチェックをやってみましょうか。まあ、前回ね、こう使ってきたやつについても、念のため比較でね、やってみようと思います。で、適当に水を、まあ、同じぐらい、そんなにいっぱいいっぱいじゃなくてね、同じぐらいかなっていうぐらい入れます。まあ、適当ですけどね。で、それぞれ蓋を閉めましょう。パチッと閉まるところを見るとね、ある程度ね、密閉してる気はするんですけどね、どうなんでしょうね。はい、できました。で、じゃあね、まずこちらからいきますけどね、こんな感じです。あ、ちょっと今出ましたね。はい、ずっと下向けてね、拭い続けるとやっぱり出てきます。じゃあ、こちら。新しいクリアケースの方でいきます。同じように下を向けて軽く。おお、こっちの方が漏れないですね。あ、いいじゃないですか。あ、今出ました。ああ、横向けるとやっぱ出るんだ。横向けると、振らなくてもポッタポッタ落ちてきますね。なるほどなるほど。逆に下向けて振っても出てこないのに、横を向けると回転させても同じかな。あ、そんなにダダ漏れではないですね。ダダ漏れではないので、まあ、液体を入れた場合でも、まあ、上向けて固定させて車に乗せて運ぶくらいだったら、まあ、そんな大きく漏れることはなさそうです。うん、まあ、あくまでも、私の個人的な感覚なので、
横向けとくとダメですね。もうポッタポッタやっぱり落ちますね。だから横は向けられません。上向けた状態で置くんだったらまあ問題ないかなぐらいですね。はい、水を捨ててきました。ということで、まあ比較すると、まあ、こちらの方は少し大きめだし、電子レンジも使えるんですよ。だから、まあ、ランチボックス、ランチケースとして持っていくんだったら、確かに今まで通りこっちの方がいいのかなと。で、それに対して、まあ、透明でね、お米を入れて、ただ炊飯の準備のために米を運ぶだけということであれば、まあこれでも十分なのかなというところですね。まあ透明であることのね、メリットはまたいろいろあるかもしれませんので、使い分けができればいいかなというぐらいには思いました。はい。ちょっとちっちゃいかな。せっかくだったらこれぐらい大きく作ってほしかったかなっていう気はします。はい。じゃあ片付けときますけど。で、こんな風にね、持っていきますので、とってもね、ちょっと軽食を持ってね、お出かけしたい時には便利です。ということで、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいなと思った方は高評価ボタン、それからチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。